天才ピアニストの深夜おでん。ダメ。ほんまごめん。なんか今おっさんみたいな通ってきたもんな。もうあの。いや、おでんみたいな。私って扁桃腺ないやんか。おお、言うな言うな言うな、それ。ごめん。唾液声した。もう最悪や。深夜おでんって音したら、唾がキョンになって。全然音出てへんかったもんな。変なとこ入った。変なとこ入ったで、ね、皆さん申し訳ございません。変なとこっていう悩みはもう聞かんやねん。あ、それを常々思ってる。思ってる。なんか変なとこ入った。もう変なとこってどんなとこ？ちゃう方入ったとかね。ほんま。聞かんよ聞かん。みんなが聞かんに入ったって言おう。そう。うん。変なとこ撲滅委員会。徹底していこう。はい。ね、すいません。失礼いたしました。天才ピアニストの竹内です。すみです。今日もたくさん差し入れありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介させていただきたいと思います。はい、まず、ネムさんがコーヒーとおいしい棒ありがとうございます。ありがとうございます。そして、盆栽リアリストさん、お便りありがとうございます。盆栽リアリストさん、お便りいただきました。はい、ありがとうございます。そして、ポンポコさん。ポンポコさん。楽しい竹2つ、ありがとう。ありがとうございます。あやかさん、おいしい棒7本、元気の玉、ありがとうございます。あやかちゃん、いつもありがとう。コーヒー大好きさんが、元気の玉3つ、おいしい棒3つ、コーヒーありがとうございます。コーヒー大好きさん、いつもたくさんありがとうね。エリンギさん、コーヒーと元気の玉ありがとうございます。エリンギさん、ありがとうございます。そして人見知りさん、おいしい棒4本、コーヒー2杯、元気の玉2個ありがとうございます。人見知りさんはすごい。ウニちゃん、ハラペチャさん、おいしい棒と元気の玉2つありがとうございます。ウニちゃん、ハラペチャさん、ありがとう。ピロロさん、おいしい棒と楽しい竹と、うん、元気の玉ありがとう。ピロロさん、ありがとう。チャンナオさん、コーヒーとおいしい棒ありがとうございます。チャンナオさん、ありがとう。ヘオコイテもよろしいさんからよろしいですよ。コーヒーありがとうございます。ありがとうございます。ヘルニアのミキネ、コーヒーとおいしい棒ありがとうございます。ヘルニアのミキさん、ありがとう。あたたかさん、こう、あ、元気の玉とおいしい棒3つずつありがとうございます、うん、3つずつ、はい、ありがとうございます。サンクロおじさま、元気の玉ありがとうございます。サンクロさん、ありがとうございます。さすらいのネギ職人さん、楽しい竹ありがとうございます。さすらいのネギ職、ありがとう。桜もみじさん、おいしい棒、元気の玉ありがとうございます。桜もみじさん、ありがとうございます。オスカルさん、元気の玉とおいしい棒ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドリンクウォーターさん、元気の玉おいしい棒ありがとうございます。飲料水ですね。水を、そうそういうことです。ありがとうございます。家元さん、元気の玉ありがとうございます。家元さん、ありがとうございます。おうたちさん、元気の玉おいしい棒ありがとうございます。おうたち、ありがとう。頑張るナースマンさん、おいしい棒10本、ビュービーハートありがとうございます。わー、おいしい。頑張るナースマンさん、ありがとうございます。わらもちさん、元気の玉ありがとうございます。わらびもちさん、ありがとうございます。デラコデラックスさん、指ハート楽しい竹ありがとうございます。デラコデラックスさん、ありがとう。アイさん、おいしい棒と元気の玉ありがとうございます。アイさん、ありがとうございます。ゆうゆうゆうさん、ゆうゆうゆう、おいしい棒とコーヒー元気の玉ありがとうございます。たくさんありがとうございます。みわっちさん、楽しい竹ありがとうございます。みわっちです。ゴリアンさん、元気の玉おいしい棒ありがとうございます。ゴリアンさん、ありがとうございます。そして 3C の M さんね、この間の配信チケット買ってくれました、はい、指ハートありがとうございます。 3C の M さん、ありがとうございます、はい、そんなものでございますね、はい、今日もお便り読ませていただきたいと思っております、はい、本当に毎日お差し入れありがとうございます。はい、おしゅうさん、はい、ステッカーありがとうございます。お、ステッカーありがとうございます。あ、初ギフトなんですね、意外と。あ、おしゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人はジブリ作品はお好きですか？うん、私は大好きで、大人になってからもよく見るんですが、人によってはジブリって内容がよくわからないとか、うん、難しいと言われることも多い気がします、うん。もしお好きだったら好きな作品やシーンなどお聞きしてみたいです。なるほどね。どうですか、ますみさんは見られますか？私、あんまりでもね、ジブリ見てきてない人なんですよ。はん。子供の時、あ、はっきり言って、はっきり言って、あ、そうですか。竹内さん、何が好き？私はもう千と千尋とね、はい、あの天空の城ラピュタですよ。ラピュタね。もうラピュタのね、あの昔栄えてたんやろうな感のある、うん、あのラピュタにこう乗った時のね、あの行った時の、うん、あのこう廃墟の感じ、はあ、あのロボットのこう苔生えてて、ここリス歩いてるみたいな、カタリス歩いてる、巨人兵、あ、そうそう、巨人兵みたいなやつあるじゃないですか、うん、ロボットの。あれもすごい好きです。なんか映画まず好きですね。まあ、うん、私も千と千尋は5、うん、6回見てるわ。あ、しっかりね。ぐらいちゃうかな。千と千尋はでもやっぱおもろ、白いですよね、うんうんうん、好きな人多いですよね。千と千尋面白いね。面白い、めっちゃ好きやわ。もうあのゆやの感じも好きやし、はい、街の感じも好きやし。そう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 、いいよね。なんじゃな、うん、あれよ、台湾がね、舞台となりました、ね、あのモデルとなった街があるということで、九分っていうね、はいはいはい、そことかもやっぱ映画見てから行って、あ、行った行った行った、似てた、やっぱその、あ、似てたというよりかはこれがモチーフにされてるんやなっていうような、その赤ちょうちんとかがグワーってなってる、はい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 、ゾーンとか、うん、まあ、夜行ってないんでね、あれなんですけど、うんうん、あ、それは結構すごいなと思ったから、好きやな。まあ、そうやな、でもジブリはそんなには見てきてないかな。まあ、そう、
だからラピュタも一回も見たことないし、はい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 、でも逆に割と最近のやつ、うん、崖の上のポニョとか、はいはい、仮暮らしのアリエッティとかはなんか見て映画館見に行ってる。あ、そうなんや、うん、だからちょっと昔の作品がまだ見れてないみたいな感じか。そうそう、平成ポンポコみたいな。ああ、もうポンポコもいいですよね。あ、おもろいんや、あれ。おもろいですよ。でもやっぱり今思うのは、うん、まあね、アニメなんで子供の時見てましたけど、うん、大人になってから見た方が、うん、なるほどねというかね。確かにちょっとね、ストーリー的には、はい、ちっちゃい子には難しいかな。ちょっとこう、テーマもね、壮大というか。思ったりしますね。あ、そんな気もしますね。ホタルの墓とかはジブリ？ホタルの墓はジブリですね。ジブリか。あんなんもう一番見てるわ。うん、ホタルの墓が。もうだって。モノマネもやっててんから。今はさ、うん、あんまやってないんかな、分からんけど、うん、もうちっちゃい頃は毎年、はい、あの8月の終戦記念日のあたりやってました。金曜ロードショーで蛍の墓やってたでしょ、うん、やってましたね、毎回見てたもんね。あれもう親戚が意地悪なのよ。やせやね、もっと優しいして、もうお母さんの着物すぐ売ろうとして。せやね、ほんまにお母さんの着物売ったら嫌やって言ってね、節子が。セタハン、もうその着物売れはったらええのに。あかんちゃんのおべべ嫌や。やっぱ節子やろう思ったらそれぐらいのボリュームしてる。おべべ嫌や言うのよ、節子が。節子、お兄ちゃんと一緒に出ていこう。全員できるかい。何を3人さらってやっとんね。あれはもう辛い話ですよね。そうですね。でもはい、見ました、ね、ジブリだって大人の方が好きな人多いんちゃいますか、うん、なんかあのイオンモールとかにさ、ジブリのショップめっちゃ入ってない？うんうんうん、なん入ってるね。何でした、なんかそういう森、なんとかの森みたいな、あるやろ、なんかあの、ね、マザーグースの森みたいなやつやろ。そう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 、ありますあります、ね、あんのよ。私もまあグッズ買うほどではないんですけども、うんうん、大好きですね、ジブリは。トトロとかもね、はいはい、さあそして、中山筋肉通さんより、うん、ちょっとおもろいって。なんか最近あれですね、ラジオネームが、ラジオネームが秀逸ですよ、ね、最近、中山筋肉通さんがですね、はい、おいしい棒2本ありがとうございます。マスミさん、竹内さんの好きなラーメン屋さんはありますかということで、食べ物の話題ありがとうございますね。本当に久々、最近ね、あんまり食べ物の話してないですね。そうよ、何の話してたと思う？シリ。そやねん。シリばっかりや、最近は。シリ番組や。デザベースのシリ番組。マジシリ番組よ、深夜のシリ番組よ。ほんまに。いやでもシリバナもね。いやシリバナもいいですけどね。ステーカンとあかんのよ。ただ今日はもう、じゃあ、あのラーメン屋さんね。ラーメン屋さん、まあカップラーメンとかの話はしましたけど、はい、お店のラーメンっていうか。確かに、でも意外とというか、女性ってあんまりラーメン屋さんだけに行くということはあんまりしないんちゃいますかね。まあそうっすね。だから男性、私結構行くけど。あ、そう、うん、好きやから麺が。ああ、好きやけどさ。でも行かへんイメージね、女性はあんまり。うん、好きやけど、ランチにさラーメン行こうってなったら、うってならへん。いや、ならへん。私はな、私はやけど。でもそんな行ってなくない、ランチにラーメン。一人で行くことが多いですね。あの、みんなでは結局お寿司とか、はいはいはい、なんかオムライスとかになるんですけど、うんうんうん、一人で行くときまあラーメン屋さんですね。結構、まあ、定位置が一番好きなんですけど。まあまあね。でもあれも好き、サイカラーメンも大好きです。この辺ないやろ。ないないない、うん、だからその奈良の方に行った時には絶対、はいはいはい、昼ご飯に行ったり、うんうんうん、天理ラーメンめっちゃうまいよな。天理ラーメンはうまいな。天一はキムチラーメンって、はい、こってりでキムチが乗ってるやつがもう最高に美味しいんですよね。私はもう引っ越した、うん、引っ越ししたんですけど、はい、ちょっと前までは無鉄砲ラーメン、あー大黒城のね、はいはいはい、あの辺の近くに住んでたんで、うん、もうあれもめっちゃ行ってましたね、一人で。無鉄砲もこってりっすよね。もう超こってりよ。背脂の量選べてみたいなことで、はい、あれ美味しいな。その、うん、豚骨と豚骨醤油って2種類あんねんけど、うんうん、その豚骨にした上に、うん、さらにこってりにすんの。まだ豚骨を選んだ時点でドロッドロがくんねんで、ドロドロやね、やねんけど、うん、さらにその中でもこってり、はいはいはい、もう食べ終わった瞬間、ああもう二度と食べんとこって思うね。思うねんな、後悔させられる。でもな、最初うまいねんな。うまいうまいうまい。腹ペコペコの時のな、一口目の脂っこーっていう。で、その隣とかでさ、男性がご飯も頼んだりとかしてて、はいはい、ダイブさせてんのご飯を。そう、羨ましなんねんけど、はいはいはい、結局もうラーメンの7割ぐらい来た時点で、うんうんうん、はあ、ご飯頼まんでよかったって思うね、うん。そうやね、後悔すんのよ。私結構汁いっちゃう派なんよ。うん、飲んでますね。そう、だからもう余計。
はいはいはい、ご飯を頼まん方がいいなと。あ、もう汁もなくなってるしってことですね、はい、確かに。あっこも美味しいですよね、あの藤井もね。藤井美味しいな。美味しい。もうそこは醤油ラーメンも中華そばっていう感じの。藤井でチャーハン一回頼んだことあんねんけど、美味しい。チャーハンもうまいわ。あ、そうなんや、はい、もう藤井さんは最高ですよね。好きなラーメンな。うん、あと何あるかな、まあ、鎌倉とかも好きだよ。まあ鎌倉も好き。美味しいですよね。奈良県の天の尺やったかな、うん、もうなんか美味しかったですね。へ、奈良県結構ラーメンいろいろありますからね。天の尺っていうラーメン屋さん、ああ、はあ、お店チェーン店ですか。ちゃうと思うな。あ、もうそこのいいんじゃないかな。どういう系なラーメン。塩豚骨やったかな。へえ、やったような気がします。いいね。うん、なんかラーメンのさ、うん、横浜家系とかやったらさ、うん、ほうれん草とかお野菜、うん、あれよくない？なんかネギとかじゃなくてほうれん草が売ってるっていうところにもまず惹かれるな。むっちゃ惹かれる、うん、ありがとうっていうこと でラーメン好きやけど、うん、なんか中華料理屋さん行ったら担々麺とか頼んでまうわ。ああ、なるほどな、うん、ちょっとスーラー、シビからのスーラータン、サンラータンか、サンラータン、サンラータン美味しいよな。そうね、王将とか行ってもサンラータン麺好きやわとか、そういう系頼んじゃうな。うん、もう酸っぱければ酸っぱいほどいいもんね。あれにまだ酢かけるもんね。うん、おい酢、おい酢するもんね。うん、あ、そうか、ちゃんぽんとかもいいよな。あ、ちゃんぽんも好きですね。ちゃんぽんもいいよな。それこそ食うてみてっていうちゃんぽん屋さんあったのよ。そうや、美味しかった。もう今ないんですけど、ね、大黒町の駅のあたりにね、あったのよ。食うてみて、食うてみて、ていがね、はい、笑福亭の手、そうそうそう、あれ美味しかったな。あ、こう美味しくて一人で用意取ったんですよ。野菜もめっちゃ乗ってるし、そうで1000円以内でね食べれるし、そうそう、でちょっと辛いちゃんぽんみたいなもんね。あるある、スープが辛いみたいな。きくらげ山盛り乗ってたりね。あ、そうそう、きくらげに特化したやつもあったの。そう、あれなんでなくなったの？店なくなって他のチェーン店あるかなと思って探したけどなかったわ。え、あこだけってこと？あこだけやった。おい、幻やないか。幻の食うてみていいよ。いや、もうみんなにも食うてみてほしかったということで、はい、お後がよろしいようで、おやすみなさい。